ちら妹がまたミニチュアを買ってきて、これ何が入ってるか分かんないんだよね。で銀座のね、銀座特集なんですって。でまずこちらが入ってた、本も入って、本見たくなってた、ね、花子のコラボで、これは銀座の有名な、はい、お願いします。高松でーす、三蜜でーす。私大好きでこの店、うん、ママも大好きで、うん、この寒天も美味しいんですけど、うん、この、ま、松の羊羹巻いてるんです。この形も必ず、ね、そう、容器も揃いです。いや一緒です。ほら後ろ見せてあげて、はい、ここ横、これ容器、これも全部一緒、本物と一緒です。いやー、かわいい、って書いてある ね、 ね。はい、じゃあ次でーす、はい、これは私たちのなんか憩いの場所、小さい頃から行ってますね。ケーキホテルのホットケーキ、ホットケーキ、かわいい。でこれね、ほら一人で行った時にさ、うんうん、全部食べきれないから、そうそうそう、1枚でも言ったらやってくれるよ。そうして、そうなのよ、お蜜も美味しいの ね、 ね、シロップも最高です。そう、美味しいです。必ずこうやってイチゴがついてますよ。かわいい。で知らない人多いんだけど、この帝国ホテルのさ、うん、なんか今ダイナーだっけ、なんかダイナー、ダイナー、コーヒーとかラテとか全部飲み放題なの ね、 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 ね。そう、まあ、どこのホテルも大体今そうだけどね、うん、美味しいよね。はい、これ、これは私知らなかったんだけど、うん、カリントン、カリントン有名みたいですね、このカリンとやつ、うん、これも当たりましたね。はい、はい、美味しそうだね。美味しそう。じゃん、これです。これは三越です。三越です。銀座三越のミニチュア、あとこれ包装紙、あ、三越なんだ、かわいい。ちゃんと後ろも三角になって、本当だ、よくできてる。ところで開けてみましょうか。もう1個あります。あ、もう2個あります。あと何がこの中に入ってないの？入ってないのが工事コーナーです。あー、で工事コーナーってるかな、開けてみましょう。はい、お願いします。まず1つ目です。お願い、工事コーナー、あと工事コーナーで全部パーフェクト。え、なんだろう。あ、出た、嬉しい。工事コーナー出たって、嬉しい、嬉しい。早速ちょっと中開けようね。開けます。あの工事コーナー、かわいい、かわいい。箱がしっかりあって、すごいかわいい。ナッキーもかわいいね。ね、これ保冷剤、そうだね、すごいね。いや、裏も書いてある。ちょっと最高です、かわいい。でこれでパーフェクト、すごい、やった、やった、嬉しい、嬉しいって喜んでる。